水越浩二と申します。ポーラ化成に入社して20年ぐらい経ちます。現在まで20年近く皮膚の計測研究をずっと続けております。皮膚を測るっていうと大きく分けて2つの観点があると思ってます。お肌の表面の私たちが目で見て感じる特徴を測るという観点と、お肌の中で起こっているまだ 目では直接見えないような変化っていうのを測る研究、2つに大きく分けられると思います。光音響法、光と音の技術を組み合わせてお肌のより深くまで透視してあげましょうという技術をまず使って、お肌の中の加齢変化を求めました。じゃあこの変化っていうのがどういうお肌の見た目に関わりますかっていうのを、この関係性を明らかにしました。で、この関係性を明らかにするときには、この画像とこのデータの間を、流行りの AI ディープラーニングというものを使って、この関係性を、数理統計的に解明していったというのが研究になります。データさえあれば今はかなりコンピューターの中でいろいろ工夫とかできるんですが、データを取るのにまず 1、2ヶ月で、その前に予備検討を含めると、まあ、1年とか半年の期間をかけて1個の測定を企画していきます。で、そこっていうのがものすごく実は見えない部分ですけど泥臭く大変で、どういう部位を設定しようか、そして人の顔って、例えば測定装置を当てるにしても実はみんなあの表面の形違うのでうまく当てにくいとか、そういう目に見えない部分の工夫とかも加えていくと、ようやく綺麗なデータが得られて、そこから今度は解析がまずスタートする。あとはコンピューターの中で解析するといっても、パラメーターのチューニングをひたすらいろんな種類を試してみたりということで、ずっとコンピューターがブーンと回ってるというようなことの繰り返したので、なので今回試したような技術、数理統計技術、 AI 技術っていうのが出てくると、研究者の思い浮かばなかったようなインサイトの中にないようなものが何か関係性としてあぶり出されてくるというようなことが今後考えられると思います。なくても死なないもので価値を作り出していくのって、やっぱり面白い、笑いとかと一緒だと思うんですよね。嗜好品なんだけど、やればやるほど実はわからないことって普通の必需品並みにあって、かつそれが人間の精神には関わらないけど、人間が人間らしく生きるために必要だと思うと、それって最高の、まあ、思考であり趣味でありっていう考え方が私の中にあって、でとにかく研究はさっきも言ったんですけど、まあ、嗜好品ということで趣味みたいなもんなんで、パッションを大事にしたいなとは思ってます。やりたい、面白いと思うことの奥にきっと価値は自分で作っていけるんじゃないのかなというのはポリシーとしてあります。